サントリー食品インターナショナルは17日から6月30日にかけて、イエモンで、イエモンは、ニエンギも、んつつみ、アシダアイナ演技も、んつつみ、藤井聡太演技も、んつつみなどが当たるキャンペーンを実施する。キャンペーン対象商品は、イエモン本体、緑茶に限らないが、キャンペーンの主な狙いは、イエモン本体、 緑茶の鮮やかな緑の垂直のアピールにある。そのためキャンペーンは、対象商品のラベル裏面、またはアイキャッチシールに印刷された応募を集めて、はがきに重複して応募する仕組みになっている。演技も、んつつみは、大大吉マーク1枚で応募すると抽選で900人、3種、各300人に当たる。その他、 どれでも5枚で応募すると、牛肉、肉おせちたじま牛、三田和牛約500グラムやかに、茹でずわいがに1杯約500グラムが、合計200人、各100人に当たるコースを用意している。同社は、家門で見ただけでわかる工夫として、ラベルを剥がす楽しみを強化。ボトル容器、525ml600ml の4面に、 マルチマークと招き猫。カメ。ダルマの演技の良い絵柄を引き続きあしらったほか、リニューアルを機に、ラベルの裏側の8種類の絵柄を、すべて新デザインに差し替えて、いつも剥がしてくださっている方にも少しでも、楽しんでもらえるようにした。ただ、政治ジャパン事業本部ブランド開発事業部部長。4月に、新発売した、イエモン京都ブレンドでも、 ボトルとラベル裏の絵柄を展開し、二品系でラベル裏の絵柄は16種類となる。ラベル裏のおみくじも好評につき強化する。大大吉、大吉、中吉、小吉を用意し、今年3月のリニューアル発売時から緑茶本体のペットボトル全ての SKU に導入した。今年も、 コミュニケーションや反則を大々的に展開し、ラベルを剥がして水色を見てもらうことを強力に推進。夏場にかけてラベルを剥がすという動作をさらに仕掛けていきたいという、イエモン本体緑茶は、入れたての緑茶のような色、味、香りにこだわり、本体の中身、パッケージに大刷新して、 昨年4月に発売開始したところ、4から12月の販売実績は前年同期比30%増を記録した。これにより、イエモン特茶やイエモンうじ茶などを含めたイエモンブランド系の20年販売数量は前年比9%増の5560万ケースへと拡大した。今年はこの勢いを加速しブランド系で六千万。 ケースの大台突破を目標に掲げる。そのための核となる施策として、本体、緑茶の緑色の液色を見せる活動を昨年に引き続き多方面で展開している。次のオーディオビデオでお会いしましょう。